っていうの、いつもキラちゃんがせーのって言ってたのに、なんでキラちゃんだよ。キラちゃんが言ってたの。前ふざけんなよ。ちょっとごめん、ちょっと口が口が悪いよ。じゃあせーのはじゃあキラちゃんにね、うん、ありがとう。せーの、エリーセリー。みんな、うん、じゃあ自己紹介分かりやすくありがとう。はい、みんな、はい、
多分きっとね、みんなもね、みんなのことよく分かったと思う。ありがとう、自己紹介。うん、ナイス。いいよ、次はみんなお歌分かるかな。お歌、お歌嫌い、お歌やだ、お歌嫌いだ。これちゃんしか歌えないよ。大丈夫大丈夫、みんなね歌えるから。これちゃんしか歌えないよ。じゃあ先生が教えるね。やりたくない。やりたくない。でもね、人生ってやりたくないこともね、やんなきゃいけないのがね、人生なんだ。みんなそんなイヤイヤ言うなら、じゃあさ、みんなにやってもらいたいことがあるんだけど、イヤイヤ言うゲームってわかるかな。知ってるよ、知ってる。ちょっとしかやったことない。あ、みんな知ってる。知ってるよ。キララちゃんの順番で、うん、いやいやよーって嫌なことを言って、うん、みんなでまたいやいやよーで1人ずつ言っていく、はい、先生も一緒にやろう。先生も一緒にやる、うん、先生はじゃあリズムね担当するね。嫌、うん、なこと言ってほしい。先生最後でいいから。あ、オッケー、使って回していくから。じゃあ、じゃあキラちゃん、キラちゃんから。はい、じゃあみんなで手出して、はい、せーの。いやいやよー、ピヨン先生が携帯見てくる。いやいやよー、トイレットペーパーがちぎれない。いやいやよー、先生のブラジャー恐竜が。いやいやよー、毎日豆乳飲んでこのダマよ。優勝だ、優勝。面白いね。このダマよが何もしてない。優勝よ、しょうがない。それはしょうがない。ちょっとごめん、まだ幼いから。あ、これから、これから、ね、これからね。そうだよ、これからよ、これからよ、これからよ、本当に。次はじゃあキララちゃんから逆に回してこ。逆に回すの。逆なの、うん、わかった。いやいやよ、お父さんが TikTok か。いやいやよ、食べ過ぎてチューできない。いやいやよ、先生の足の裏めちゃ臭い。いやいやよ、サンナートの水風呂めちゃぬるい。いやいやよ、ごめん、マジで何も出てこない。本当にごめん。あかちゃん飽きちゃった。なんかさ、恋話を。恋話。あら、みんな恋してるの。夏ぼっくり組のね、ゆうとくん好き。モテモテだよね。あねんちゃん、コスモス組のはやとくんが好きだよ。はやとくんだ。はやとくん、はやとくん。今からジェスチャーゲームっていうんだけど、体で先生が表すからみんな当ててね、うん、じゃあ早く一番最初に正解できた人が勝ちね。ご褒美は？お家がいい、お家。ママダメ。おー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 、車、港区のタワマン。すごいのが欲しいんだね。マファミのマンション。将来住めるといいね、みんな。ご褒美じゃないの。じゃあご褒美は、じゃあミオン先生からハグしてあげるね。帰ろう、スタート。カラフル、カラス。あ、じゃあ手、手あげて、手、手あげて。じゃあ、エノンちゃん早かった。わかった、わかった。エノンちゃん、ミオンちゃんの鳥のモノマネ。あー、落ちない。はい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 、カラス。黒いね、次。はいはいはい。ひよこ、正解。ゆき、せいちゃんすごいね。DJ じゃないの。DJ じゃないの。そんな DJ プレイヤー難しいね。じゃあ次行こっか。じゃあみんながね、いつも遊んでるもの。何それ、何それ、何やってるの。分かってよ、みんな。これ嘘だよ。こういうのがあって。先生楽しい。パチンコ台。分かんないの、みんな。もっと本気でやって。分かんない、積んでるやつだよ、積んでるやつ。人生かな。人生、人生。ジュミキン。あー、ニャネンちゃん一個だね。そうだよ。みんなおか積み木で遊んでるよね、毎日。みんなが積んでるのは人生だよね。人生な、うん、みんなはまだ積んでないよ。おい、どうしたの。
酒焼けしてる。もう声がおかしいよ。酒焼けしてる。お酒飲んでる？酒焼けしてる声だよ。お酒とか飲んだことないよ。ああ、いきなり。グミちゃん。可愛い。グミちゃん以外はなんか。ミオ先生より大人なのかな、精神年齢は。みーちゃんかっこいてるだけだよ。一番遊んでるよ。一番遊んでる。いろんなクラスの子と遊んでる。そうだよ、いろんな子に好きって言ってる。それは良くないよ。違う、だってみんな好きなんだもん。みーちゃんは女の子には嫌われるよ。そんなこと言わないやねんちゃん。山手線の駅名の点々とちっちゃい文字のやつ。いくよ。パンパンパン町。すごい。わかる。あ、おじいちゃん思い出したよ。おかち町。おお。すごいね。勉強したよ。ちなみに、4駅しかないって聞いたよ。え、まだ来ないじゃん。一周できないね。みんなができたとて無理じゃん。やめようよ。じゃあ次何かしたい？みんな。やねんちゃんおままごとがしたい。ああ、じゃあみんなでおままごとはどうかな。きよちゃんワンワンしゅる。じゃあやねんの恋人。じゃあ犬もやする。あきやの恋人の犬。なんか服が少ないに恋人ばっかりいらないよ。わかんない。はい、じゃあみんなおままごとしよっか。何するの？みんなじゃあ何やり、何役したい？ララちゃんが説明するよ。うちはヤネンちゃんが妻で、ボミちゃんが夫。あ、いいね。そう、いいな。で、この夫婦の妻の不倫相手がアキラ。不倫相手で、手はヤネンちゃんと同窓会で久しぶりに会って久しぶりの気持ちになってこういろんな感情になってるやつ。学生時代にやってたの？これやってたやつで、うちはアキラちゃんのことが好きな人。待って待って、みんな先生が動かれたよ。動かれたよ。やね、ちょっと遊びに行ってくるから。俺もやね、どこ行く？ごめんね、ごめん、ちょっと待ってて。言うであいつらと。やね、やね、おう、どこにいたんだ。アキラ、今日もかわいいね。私のアキラなのに。今日もいい匂いするね。私のアキラなのに。今日もこっちもいい匂い。アキラ、誰がいないの？嬉しいな。そろそろ時間だから。やねん、帰るの？そんなに。なんか思ってる思うことじゃない。待って待って待って。え、どのことすぎたか。性別どこ？ちょっと。性別どこ？ちょっとちょっと待って。え、思った思うことじゃないよ。普通、お母さん、お父さん、妹。ワンちゃんとかじゃない？今時はこれが普通だよ。そうだよ。20代後半で構成されてます。社会から取り返すまでが務めなの。からのちゃんと離婚させるまでがシナリオ。でもどうせしないから、うちはいつの間にかゴミちゃんと関係を持ってるっていうのがオチ。先生よくわかんないよ。やばいやつしておらん。ちょっと いろんなね、あるよね今はね、でも先生理解できてないからさ。おままごとがさ、ドロドロすぎなんだって。疲れた。疲れたね。いいよ、ミオン先生も抱いてあげるよ。抱いてあげるよ。みんな、あそこのカメラを見て、最後ね、カメラ見ててね、みんなで。あ、みんな大好きカメラ。じゃあさ、スクミレッジ幼稚園、大変そうだなって思った方、高評価、コメント、チャンネル登録、みんなが可愛いなって思った人も、よろしくお願いします。視聴者さん。そう。ゴミちゃんの彼氏たち。じゃあ、スクミレッジ幼稚園の園児募集してまーす。みんな来てね。来てね。待ってるね。じゃあまた、明日も、お会いしようね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。